梅ヶ谷湯っていうお風呂屋さんですね。あ、お風呂屋さんですか。はい、ちょうどあのこれは裏手になってこの辺で入ったらこの釜があってですね。あ、今でも営業したんですか。しておられます。で向こう側へ回ったところにその入り口があるんです。あ、銭湯に行かれる人のね。あ、それで看板見えへんねんね。見えないんです。でこのね、この風情がねまたね非常にいいんですよね。これ木造ですからね、そんな綺麗な建物じゃないんですよ。みんな窓がそれぞれちょっと傷んだような感じでね、杉木田がちょっと離れてるようなね、そういうようなこれ何とも言えない。だからね、このスポットはね、あの大人気です。あ、そうですか、はい、俺知らんわ。みんな映画見る人は必ずここで帰ります。あ、そうですか。向かい斜め向かいにあの十輪寺というお寺があります。十輪寺は何回か行ったことあるんですけど、その前にあるんですか。今度斜め前にあります。ああ、そうですか、はい、今度一回よう見とかなあかん。そうですよ、一回はね、ぜひね、カメラチャンスでもありますよ。でね、あの黄昏時というねテーマにしてます。あのこんな景色はなかったですよ。これはもう作文です。あ、これは空は、空とその壁の色も、あの壁の色もまあこれ日が当たっているというイメージですよね。はい、はい、これはもう木造の古いた感じ、こういうような感じだと思うんですね。その後で作れるいうのが面白いね。いや、いいの、ええー、のいいところはそこですわ。ねえ、あ、写真はできへんもんね、それは。はあ、はあ、はあ、はあ。でね、一時ね、私も栄養スタートしたことでね、ミラさん最初はやっぱりその通りに、はい、デッサンしますよね。はい。で、その通りの絵というのはね、やっぱり歓迎されませんわ。おお。その通りは写真に任せたらいい。はい。絵というのはこの描き手の人の思いがこの絵を紙とぶつけて現れるというのが絵の魅力です。はいはいはい。写真にはない魅力やね、大きな魅力やね。これ写真では絶対表せないもんね。そっくり描いてもね、今私はもう初めにそっくり描いて、これがやっぱり絵の勉強やということでそっくり描いてましたけど、大体まあ今から言いますと半分ぐらい経ってからはもう そっくりはダメや。でそれまでね、あのよく検点とか視点とかいろいろあの公募の点あれがありますでしょ。そんなん出してもね、そっくりのはね絶対入選します。それはね、あの審査員 の画家の先生方がね、はい、当然それはね、そんなの見るの写真に任せたらいいじゃないですか。ああ、そっかそっか。あなたの思いをやっぱりここへぶつけなきゃいけないし、いうことでね、私は最初出した頃にね全て落選です。いや、何部絵を描いてたってね、こんなも写真じゃないですか。石丸さん、だけどその石丸さんの思いいうのはその審査員に分かるんですかね。分かると思いますよ。この現実に効果も分からへんもんね。この絵だけ見てね、はい、審査員の先生方はこの絵だけを見てね、おこの人はこういう思いを持っておられるんやなって、ね、感じておられると思う。すごいな。審査員もえらいと怒られるわ。審査員もいろいろです。それはもう思いもよらんような絵を描く人かもわからないし、極めて写実的な方もおられます。だけど今言わしたように極めて写実的やけども、その人の思いがちょっとずつどっかに入ってるので、それが絵やと思うんですね。だからそのまま写すことが何もいいんじゃないんですね。はいはい、その作者の思いが表現されてないとあかんいうことですね。うわ、それもまた難しいな。だからね、あのこんな十何点もここに並んだからね、だいたい私という人はこういう絵を描くんやなっていうのは分かっていただきますね、ずっと見られて。ああ、傾向的なものは分かるかも分かりませんね。はい、水彩画の基本というのはね、極めてね、あの爽やかなね、綺麗な色がさっと乗るようなね、時間をかけないでね、
そういうのが一番理想ですわ。だけどね、やっぱりね、こう書いてるうちに、ね、だん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 とね、暗くなっていくんですよ。この軒下とかね、こういうところをね、書いてますとね、色が暗くな濁ってきます。はいはいはい。それはあかんねんね。天満大池。はあ、はあ、天満大池。で、楽雨症という樹木、大木になるんですね。で、葉っぱがみんな杉の葉っぱみたいなのがずわーっと春から夏にかけてはもう緑、すごく綺麗ですよ。私はこういうところの中を散策するの大好きですけど、秋になりますとみんな紅葉するんです。で、その紅葉したのが秋も半ばから終わりになりますと落ち葉になって、一面がもういわゆる朱色に、いいですね。ここは大好きな場面です。で、何回か描きましたけど、まあ、この映画は自分としては、まあ、一番気に入りだと、はい、思ってます。この絵の創作はどこなんですか？石丸さんの思いで変えたところは、一番表現したかったのはやっぱりこのね、樹木、はい、その間から上に見えてる紅葉をしてる、で、ずっと向こうの方に、池の向こうに、なんか向こうの丘みたいなのがあるという、こういう景色、なんとも言えないですね。大好きな。そういう感性が必要なんやな。暗い、葉っぱの下の暗いところ、向こうを透けて明るいところ。ああ。こういうのがいいですね。絵を描くポイントです。明暗をはっきりさせる。はい、これは東角川の京信寺。京信寺ね。これ僕とこの家の近くなんですよ。檀家なんです僕、ここ。それはこれ本堂ね、はい、はい、正面からこう入ってきたとこね、はい、はい、もう何回も今も写経に通ってます。一番西の寺なんですけど、嬉しいな。いや、これはここの境内はもう桜しかないですよ。桜の時は一番綺麗ね。ですね。ちょっと左手のところに鐘楼、鐘がありますね。はあ、はあ、このこっち側の、はい、この辺にね、はいはいはい。それでね、私のね、思い出はね、その鐘の鐘楼があって、鐘がで桜の木がふわーっとかぶさってきてるような満開の時に行ったらね、なんと桜の中にその鐘が鐘楼があるという、漏れてるというような感じのね、時が一回ありましたんですよ。それをね、書いたことがあるんですけどね。それはもう素晴らしいとこですわ。それは今回は出てない、ね。出てないです。そんな次回ぜひ。これの方が気に入ったから。ああ、そうですか。桜もね、今回は出てるのはこれと。向こうの廊下のところに、2点か3点あったと思いますけど、これはね、白に見えるんですよ。え、白、白くホワイト、はい、ピンクじゃらしい、ね、一般の人はね、桜を見たピンクやと思ってるんですよ、はいはいはい、思ってます、僕も思ってます。ところがね、見たらね、ピンクじゃないですよ、白ですよ。で、額のね、この花びらのここのところがちょっと茶、お開くときにがちょっと残りますね、うん、そこに人間の色がちょっと赤い感じのあるから赤く見えるんであってね、うん、花びらなんか真っ白です。今日も最後までご覧いただき、これピンクお使いありがとうございました。し今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。